みんなこんにちは、かまど炭治郎です。今日は集まれモルカーぷいぷいパズルで遊んでみるよ。とっても可愛いパズルだね。早速スタートしてみよう。モルカーたちが野菜パーティーの仲間を集めていくんだって。君についてきてほしいみたいだけど、どのモルカーと一緒に行く？どの子がいいかな。あー、この子も可愛い。あ、こっちの子も可愛いな。あ、お花がついてる。可愛い。この子にしよっかな。よし、君に決めた。はい。免許証は持った？持った持った。モルカーでいいや。オッケー。ポテトって名前だね。よし、スタートしてみるよ。モルカーを集めようだって。10個集めればいいんだね。オッケー。3つ以上集めるといいのか。え？どういうことだ。あ、こんな感じだね。4つつなげていくのね。でも2つでできないときはどうすればいいんだろう。チュートリアルやってからやればよかった。全く動かないんですけど。こう？こう？あ、あ、白のでもできるんだ。あ、わかったぞ。3つ以上でできて、で、白ができるからこれができるってことね。で、この子を集めるからこれでいいってことでしょ。違う？あ、やったー、クリアクリア。よーし、この上下に矢印があるのも何かできそうだな。うんうん、分かってきた。ドロップアイテムとクリアボーナスゲット。よーし、ステージ2行くよー。スタート。6個以上つなげると特殊ピースが作れるんだって。これさっき読んでおけばよかったよね。6つ目につなげる方向によってスキルの方向が変わる。ああ、矢印の方向が変わるってことね。で、特殊ピースがあるところのモルカーをつなげるとコンボが発生。よーし、見よ。こうだ、 Z で、よし。で、これとこれをつなげるとコンボが発生。あれ？発生って書いてなかったか。で、爆発して、うんうん、できるようになってきたぞ。白い子を3つ以上つなげないといけないので、こうでクリアかな。よし、クリア。やったー。わー、可愛くてとっても楽しいな。6個つなぐと、8個つなぐと、11個つなぐと、16個つなぐとレインボーになる。レインボー作ってみたいな。ポテトに手伝ってもらえるのか。よし、集めるとスキルカウントが進むよ。GO が出たらタップしてみようって。へえ、GO が出てるからタップしてみよう。選んだ場所を中心に縦5つモルカーを集める。ボは障害物を避けさせる。選んだ場所、じゃあここを選んでここにやればいいのかな。意味があったのだろうか。
わかんないけど。この子を消してくぞ。よし、あと3つだからもうこれでゴールじゃない？クリア。やったー、クリアだー。あ、星3つになった。やったね。持ってるスキルが違うのね。よし、初心者ミッション解放。やったね。へえ、いろんなミッションがあるんだ。楽しそう。よし、ラスト1個、この面をクリアして終わりにしよう。白の子を集めればいいんだね。おお、こうやって、よし、いけー。いいね、いいね。こうにやって、で、ここを消して、ここでもうクリアじゃないかな。やったー、クリアー。クリアするときとってもかわいい。ポテトが跳ねるのがかわいい。やったー、クリア。やったね。みんなもぜひモルカーのパズルゲームで遊んでみてね。モルカー好きっていう人はグッドボタンを押してくれると嬉しいな。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。今日の秘密のスクラッチ、誰が隠れてるかみんなわかるかな。最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリ。アソゲームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうするとアソゲームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。